皆さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかです。今日は久々に一人で出てるってことはそれです、ドッキリ。久々に今日はどういうドッキリをするかっていうと、今すんちゃんとロハンが外に出てて、もうちょっと帰ってくるのね。この間お尻がちょっとずつ大きくなるっていう動画覚えてますか？それのパート2で、私の胸がめちゃめちゃ巨乳になったらすんちゃんとロハンは気づくのかっていうドッキリをしてみようと思います。すんちゃんもうめっちゃ巨乳好きなのね。この情報ここで解禁していいかわかんないけど、まあでもそうだから、すんちゃんの夢を今日は叶えてあげようと思います。本当に。それでは見てみますか。レッツゴー。デート行く準備して。あー、もう出る？うん、いいよ。何でいい？いや、かじゃやか。おー、ちょっと待って、ちょっと待って、かじゃー。ゆか、ゆか、あんまりだに嫌いやて、あんまりちゃったりいいしね、あんまりうまないじゃない。ナイスな。どうしたの？無理だったらいいよ。え？もう早くありそう？何？ちょっと雰囲気もいながんで。え？うん。いいね。何でドラマはこんな。マジかだからな、今なんかちょっとマジか、あ、あの、あ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 、ちょっと、もう、もう、なんか大きくない？なんか、こっちの方が好きで、多分この T シャツであれですかね。 T シャツであの大きくない？すごいですだね。ですだね。でもすごい綺麗と思います今日。ありがとうございます。はい、
すごい好きなタイプで、あのおっぱいのちょうど俺が好きなレベルのちょっと近くに来てました。ありがとうございます。はい。行きました。ゆかちゃんどうですか。